今日は久々の平音記号を見て音を当てていくクイズをやってみようと思います。はい、どうもでーす。ベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。今日は何をやるかと、早速話をしていこうかと思うんですけど、今日もね、結構問題数が多いので長くなりそうなので、じゃんじゃん行こうかと思います。ちょっとしばらく前にね、指板の音当てクイズっていうのを久々にやったと思うんですけど、やっぱりね、平音記号の問題もやっとこうかなというふうな風に思いまして、ちょっとね、間空いたと思うんですけども、今日は久々にね、ここにこう平音記号の音だけを出していきますので、それの音を当てていってもらおうかというふうに思っております。で、まあね、音を覚えていくっていうのは、まあ3個の状態から見れるといいよっていう話を今までしたことあると思うんですけど、まあ1つは何かと言ったら、平音記号が、まあもちろんね、さらっと読んでくれる。譜面を見て演奏できるってことですね。もちろんそうですよね。それから次、平音記号を見て、今日の問題ですね。何の音か言えるってことですね。そして3つ目、指板の音がどこに何の音があるかが言える。まあそれがこの間やった問題ですね。この3つが、しっかり言えるようになって、初めて音が有効に使えるんじゃないかなというふうに僕は思っております。で、まあ実際平音記号を弾いていくというふうなものは、リーディングの練習みたいな感じで、まあここちょっと上げてますけど、簡単な初歩的な譜面からね、中級者とか上級者とか、まだ初歩しか販売してないですけど、そういう譜面とかも販売してますので、それで実際読んでてもらおうみたいな回も取り上げてます。そして、ちょっとね、最近難しいことをいっぱいやってきましたので、ちょっと立ち戻ろうということで、リズムのことと、それから音のことということで、しばらく前には、指板の音当てクイズをやったので、今日は平音記号、ここに出てくるやつを当てていってもらおうかと思っております。それと、そこに当たって一つ注意事項があります。それは何かというと、例えば、まあ、すごく低い音とかだったりすると、その指板の中に一箇所しかない音っていうのもあるんですけど、弦楽器の特性上、いくつか、同じ音だといくつかの場所が出てくることがあります。あります。具体的に例えばそうですね、高い A の音って言ったら G 弦2フレットだったりとか、D 弦の7フレットだったりとか、それから、A 弦の12フレットですね、とかっていう風な感じとかで、いろんなところにいろんな同じ音があります。なので、もし僕がね、ここですとかって説明して、あれ自分の答えと違うなんだって、もしかしたらね、皆さん合ってるかもわかんないんですよね。合ってるかもわかんないけど、あ、違うかったって思ってしまうと、それはそれでね、本当は合ってんのになっていうことがわかんないので、もったいないので、なので今日はその音をこう出すんですけど、その何フレットから何フレットまでのところを使いますという風な感じで、まず指定をしますので、一番最初のところはローフレットのところ、次はある程度ハイポジションのところみたいな感じで場所を指定します。で、その中ではその出てくる音符は1個しかないので、場所は1個しかないようにしますので、それでその音を当ててってもらうっていう風な感じでやっていきます。まあ具体的にそうですね、音名も言いつつここの音ですっていう風な感じで弾きながら話をしていこうと思います。ちょっとね、今までとちょっと違う感じでね、新たな試みということでね、楽しんでいっていただけたらなと。クイズをしながら音をきちんと覚えていく復習をしようというふうな、算段でございます。で、まあ、いつもここで宣伝なんですけど、このような感じで、今日はね、音の話ですけども、リズムの話だったりとか、フレーズの話、もしくは、ベースにまつわるいろんな話をしているチャンネルでございます。このチャンネルは、なので、もし初めて見られた方、僕の話を聞いてね、ちょっと良かったなとか、この後問題やってね、あ、面白そうやなと思った方、何卒、初めての方はチャンネル登録していっていただけると嬉しいなと思っております。で、チャンネル登録されている方はグッドボタンも何卒よろしくお願いいたします。で、もしね、初めて見られた方、今日の問題だけ見て、見るだけよりももっと細かく説明してますので、エンディングが終わった後に1話からとかありますし、音を覚えるシリーズとか、まあ、チャンネルのね、もうちょっと深いところ入ってもらうと、リストみたいな感じで、音を覚えるリスト、リズムの説明みたいな感じでいろいろありますので、ぜひね、見ていっていただけると嬉しいかなと思っております。その辺もよろしくお願いいたします。では、今日は久々の平音記号の音当てクイズということでやってみたいなと思います。よろしくお願いします。ではどうぞ。ベースベースベース。はい、どうもです。ではいつも通りのスタイルで楽器を持ってやっていこうと思います。最近お気に入りの1974年ジャズベースですね。
ビッグカード取ってしまったってやつですね。またね、なんかちょっとジャズベのバンドさんとかもね、ちょっと最近参加させていただいているので、またね、その辺とかもなんか機会があったら演奏動画とか上げたいなとかいうふうにも思っております。ではね、早速行ってみようと思うんですけども、まず、数本出していくんですけど、今から一つの区切りまでは、0フレット、開放弦ですね。開放弦から3フレットまでの、中で出していきます。なので、例えばここの、A の音とかっていうのが出てくるんですけど、今さっき話したようにここにも A ありますし、ここにも A ありますし、ここにも A あります。あ、ちょっと音が取れてなかったな。もう一回出します。この音と、この音と、この音と、この音は聞いていただいたらわかるように、全く同じ音だったと思うんですね。でも3フレットまでの中となったら、こことかこことかではなく、ここの音を当ててくださいというふうな答えになっています。もちろんね、こっちの方とかでも間違いではないんですけどね。ちょっとね、そうすると答えをいっぱい言わなきゃいけなくなってね、言い漏れとかがあるとまずいので、ひとまず、このカテゴリーは1フレットか、あ、0フレットから3フレットまでの間でやりたいなと思います。では、ここに出していきますね。久々でございます。では、出してみましょう。ほい。出てきました。この音符、一体何でしょうか？この音は、E の音でございます。一番低い E の開放弦ですね。この音です。ほい、こんな感じでやっていきます。次、ほい、出てきました。簡単ですね。これは D の音ですね。ダイヤモンドの D の音です。これも開放弦です。ここですね。0フレットですね。次、ほい、出てきました。これは何の音でしょうか？これも開放弦。G の音になります。次いきます。ほい。これ何の音でしょうかね？これも開放弦。A の音になります。じゃんじゃんいきます。次。ほい。これ何の音でしょうかね？これは C の音になります。A 弦の3フレットです。実際弾いてみてください。皆さん楽器をね、持ってね。はい、次行きます。ほい。出てきました。これ何の音でしょうか？これは F の音になります。E 弦の1フレットですね。はい、次行きます。ほい。これ何の音でしょうかね？これは G 弦2フレットの A の音になります。まあ今言ってたやつですね。次行きます。ほい。これは何の音でしょうか？これは D 弦2フレットの E の音になります。次。ほい。これはG の音になります。E 弦の3フレットですね。次。ほい。これは何の音でしょうか？これは F の音になります。さっきも出てきましたね。E 弦の1フレットになりますね。次。ほい。これは A フラットの音になります。G 弦の1フレットですね。G シャープとも言いますけども、まあ、ここに出てきている譜面は、フラットで書いてあるので、A フラットだけ答えてもらえば大丈夫です。次。ほい。はい、出てきました。これはですね、B フラットの音になります。これは A 弦1フレットの B フラットの音になります。もしこれ G 弦3フレットの B の音を弾いてしまった。こっちを弾いてしまった人は、これ間違いです。同じ B フラットなんですけども音程の違いがあるのでこっちの A 弦1フレットの B フラットになります。もちろんこれ A シャープとは答えないでください。音的には A シャープと同じ音なんですけどもね、 B フラットという譜面が書いてあるので。では次、ほい。はい、出てきました。これは F シャープになります。 E 弦2フレットですね。はい、次いきます。ほい。これは A シャープですね。
G 弦の3フレットになります。ほい、次いきます。ほい、これは E フラットですね。これは D 弦の1フレットになります。これも、G シャープと同じ音なんですけど、 E フラットというふうに譜面が出ているので E フラットと言ってもらえば大丈夫です。はい、ここまでどうだったでしょうかね。ここまでは、今さっき言ったように0フレットから3フレットまでなので、前にも話したみたいに、ここまでもし間違えたり怪しいなと思う人は、この上の出てるとこ。これがね、3フレットまで音を覚える仕組みになっているので、ここをもう一度確認して練習してきてあげてください。では、次はもうちょっと高いフレットのところ行きたいなと思います。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。ではじゃんじゃん行ってみたいなと思います。次は、今3フレットまで話をしたので、4フレットから7フレットまでの話をします。今日は7フレットまでにしようかと思っております。ではね、じゃんじゃん行ってみたいなと思います。これはちなみにね、この間も話しましたけど、この辺あたりというのは法則の話をしてると思うんですけど、法則と、まあ、その半音違いみたいな感じで探していくことができると思うので、まあ、あと特にね、7フレットまでは特にベースラインでよく使う音なので、しっかりと確認していってあげてください。では、行きます。行きます。ほい。これは D の音です。ここですね。A 弦の5フレットになります。これもちろん開放弦と同じ音なんですけど、今回は4フレットから7フレットの間なので、この A 弦5フレットのところを、押さえてあげてください。と答えてください。おっと、音が出てなかったですね。この音ですね。では次いきます。ほい。はい、出てきました。ここは A の音になります。D 弦7フレットですね。これも G 弦2フレットと同じ音なんですけども、今さっき言ったように4フレットが7フレットなので、D 弦7フレットのここを押さえてあげてください。A の音になります。じゃあ次いきます。ほい。はい、出てきました。ではいきます。C の音になります。これは G 弦5フレットですね。これもね、こっちのもっと高いところには同じ音があるんですけども、今さっき言ったように4から7の間なので、ここも G 弦の5フレットですね。押さえてあげてください。では行きます。ほい。これは A の音になります。E 弦の5フレットですね。これも今まで話した通りと同じなので、E 弦の5フレットの A の音になります。では行きます。ほい。はい、これは G の音になります。これも D 弦の5フレットですね。はい、いきまーす。ほい。これはちょっと難しいんですよね。これは B の音になります。これ E 弦の7フレットの音になりますね。こっちだとね、わかりやすいんですよね。A 弦2フレットだとわかりやすいんですけど、ここの B っていうのはね、覚えるのもね、ちょっと後半の方になってくると思うので、これパッと言えた人はね、そこそこレベル高いと思ってください。喜んでください。では、行きます。ほい。これは D の音になります。そうですね。で、これちょっとね、下線がついてて高くなってますけど、これぐらいの音はよく出てくるので、ここはね、ちょっと弱いなと思う人はしっかりと見直してあげてください。G 弦の7フレットになります。では行きます。ほい。これは B の音になります。G 弦の4フレットになりますね。では次行きたいと思います。ほい。これは G フラットになります。D 弦の4フレットですね。これは、ダイレクトで、法則からは探せないですけど、G からフラットしてるみたいな感じで探していくようにしてあげてください。では次行きます。ほい。はい。これは C シャープになります。A 弦の4フレットですね。はい。次行きます。ほい。これは B フラットになります。これは E 弦の6フレットですね。今さっきの B ちょっと難しいですよって話をしましたけど、それの半音下となります。では行きます。ほい。これは C シャープの音になります。G 弦の6フレットですね。
まあ、ここの5フレットの半音上 C シャープというふうに考えてあげると楽ちんだと思います。次いきます。ほい、これは G シャープになります。これは、D弦の6フレットですね。次行ってみたいなと思います。ほい、これは E フラットですね。これも、まあ、D 弦の1フレットだったら、簡単なんですけど、ちょっと難しいかもわかんないですね。これは A 弦の6フレットになりますね。4フレットから6フレットの、7フレットの間ですので、っていう感じでいきます。じゃあ最後。ほい。これは E の音になります。これは7フレットの法則ですね。A 弦の7フレット。E の音になります。そんな感じでね、今日の問題はこれぐらいにしようと思うんですけども、後半の方、4フレットが7フレットまでで音がパッと出てこなかった人は、こっちを見てあげてください。これが、一応法則の話をしてますので、3フレットまでがもし怪しい人は3フレットから確認してあげて、そっから、そこは大丈夫だったよっていう人は法則で、そして今先のやつが難しかった人は法則だけ見てあげるような感じで、音を探していってあげるようにやってあげてください。実際はね、まあ、クリップチューナー、前も話したかもわからないですけど、クリップチューナー、実音で出るようなね、B とかベースモードにしなければ、クロマチックでいけば実音が出ますので、それでこう音を自分で自問自答してこう挟んで確認してあげるみたいな感じで、練習してあげてください。なんかね、時々こういう風な話も、また取り上げていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。そんな感じで今日はクイズ終わりとします。ベイスベイスベイス。はい、どうもです。いかがでしたでしょうかね。パパパワッと答えれた人、もしくはね、一時停止しながら、宿泊した人、もしくはボロボロだった人、いろいろいるかもわかんないですけども、音を理解しているというのはやはり非常に重要なことの一つでもありますので、必ずね、確認してあげてください。で、もちろんね、曲をやっていく中だったりとか、いろいろやっていく中で、音っていうのは認識がすごく高くなっていくと思うので、しばらくね、随分こういう問題っていうのはね、チャンネル初期の方でやってますので、しばらくやってませんでしたけど、実際具体的にジャズのスタンダードをやったりとか16部の譜面を読んでいく中で、音っていうのをね、より強固なものにしていって、今日パパッと、あ、意外と気づいたら昔半年前全然わからへんかったけど、俺結構できてるなって、私結構できてるわって思ってる人もいるかもわかんないです。ね、もしうまいこといかんかったとボロボロだったと思うとね、そんなにへこまなくていいです。しっかりね、また戻ってあげて、ちょいちょい確認してあげてください。その時はすごい時間かかったと思いますけど、もう一回やったら、そんなに時間かからない部分もあると思います。そのようにね、だんだん少しずつ何回も何回も思い出していくことによって時間が短くなって忘れなくなっていきますので、そんな感じで、何度も何度もやっていただけたらなと。大事な部分ですのでね。で、このようにね、本質的にやっていくと、同じようなことを何回も繰り返すようなことになります。そういうこともよくあります。でもそれは実を言うと、なんというかこう、新たなことをやるのが成長につながるばっかりではなく、何度も復習をして繰り返しやるということが大事になってきます。なので、この話っていうのは、何度も何度もやっていって覚えていくというふうなのが一番ベストだと思っていますので、まあ、本質的にやっていくということは、決してね、範囲の広いものをカバーしていくというわけではなく、まあ、一定のスポットに目を当てたものをしっかりやり込んでいくということだと僕は思っております。そんな感じで、またね、こういう機会も取り上げたいなというふうに思っております。次回はね、ちょっと何をするか決めておりませんけども、またね、何卒よろしくお願いしたいなと思ってます。で、よかったなと思った人、チャンネル登録またの方はぜひ何卒よろしくお願いします。お済みの方はぜひグッドボタン押していっていただけると嬉しいです。コメントもいただけると嬉しいです。あんまりね、ぐちゃぐちゃ言うなって話ですけど、まあ、そんな感じでね、今日も終わりにしたいなと思います。本当にいつもありがとうございます。では、今日もありがとうございました。では、おやすみなさい。またでーす。